臣はプレートをお持ちいただきました。どうか皆さんの手でこのデジタル庁を育ててください。よろしくお願いいたします。新型コロナ感染への対応の中、行政サービスや民間におけるデジタル化の遅れが浮き彫りになりました。思い切ってデジタルを進めなければ日本を変えることはできない。これを強力にリードする司令塔が必要である。こうした思いでデジタル庁の創設を決断いたしました。デジタル庁には政府関係者に加え民間でさまざまな経験をされた方が数多くいらっしゃいます。立場を超えた自由な発想でスピード感を持ちながら行政のみならず我が国全体を作り変えるくらいの気持ちで知恵を取っていただきたいと思います。デジタル館よりご挨拶を頂戴します。デジタル館よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。デジタルというのはですね、新しい社会を作っていく、社会をいろいろな意味で変えていく、社会のいろんな側面を変えていくという、そういう原動力になると思うんですね。日本が今までデジタルではあんまりなんかパッとしないよねと言われてきたんですね。実にそれをこの機会に世界にアピールできるような新しい組織で新しいやり方やるんですよと言って世界にアピールしてそういう仕事ができるという機会にさせていただければというふうに思っています。